皆さん、声優歌手の遠山奈央です。こんにちは。 YouTube ではお久しぶりです。さあ、2月12日がやってまいります。わー、2月12日に一体何があるかだって、なんと遠山のオフィシャルクラブ虹の輪っか会員限定ライブ二次会が帰ってくるぞ。うわー、うわー、嬉しい。やっと3年ぶりですよ。さあ、ということで今日の、この動画ではですね、物販の情報を皆様にこうラジオのようにちょっとつれづれなるままにご紹介していきたいなと思っております。よろしければお付き合いください。てなわけで、じゃーん、完成しました。グッズです。やったね、めっちゃ嬉しい。今回も本当にめちゃめちゃ頑張って作らせていただきました。いっぱいやり取りしましたね。さあ、ということで、何からご紹介していこうかな。じゃあまずは私が着ているこのライブ T シャツから。はい、2月12日バレンタイン直前のライブということで、今回はチョコレートを基調にした T シャツにしてみました。そして私の大好きなペンギンちゃんの足跡もありますよ。かわいい。そして、ちょっとこだわったこの後ろのロゴですね。はい、こういう細部にもこだわっておりますので、ぜひ、M、L、XL の3サイズになっておりますので、あ、いったーぶつけた皆様も怪我にはご注意してライブを楽しんでくださいね。はい、ゲットしていただけたら嬉しいです。そして、こちらもマストチェックアイテムでございます。チョコレートタオル、大きめに作ってありますので、ライブの後もお家でね、使っていただくので便利かなと思っております。本当になんかチョコレートのアルミを剥がしたような素敵なデザインになっておりますので、ぜひね、これをライブ中に振り回すシーンも出てくるんじゃないかなと思いますので、ゲットしてくださいね。そして忘れちゃならない、こちらパンフレット。はい、七色だより開封紙ですね。まだちょっとできてなくて、あのページバラバラしておりますけれども、こちらももう力作になっております。写真もたくさん、文章もたくさん、見応えも読み応えもある一冊になっておりますし、今回は初めてスタッフさんとかマネージャーさんからのコメントもいただいておりまして、もうその身近な方でなければ知らないエピソードとかをふんだんに盛り込んでいただいて、私も結構クスッと笑ってしまうエピソードがありますので、お楽しみに。そしてこちら、お水おいしいタンブラーです。はい、私がこのコメントも書かせていただいたんですけど、新しく買ったペンの書き味がですね、なかなか良くっておしゃれな雰囲気になりました。よかったです。ライブで定番のお店おいしいコールをこちらにあしらってみましたので、ぜひね、アイスコーヒーを入れてもいいし、ビールとか入れて打ち上がってもいいし、もちろんお水を入れてもいいし、使いやすいアイテムになっておりますよ。そして何気に新しいグッズ、ステッカーです。会員限定ライブということで、ワッカメイトさん、はい、オフィシャルクラブの会員さんのことをワッカメイトさんって言うんですけれども、そんな、皆様に貼っていただくためにいいシールになっていたり、私がワーカホリックとか回遊業とかいろいろ言われるんですけれども、そんな私らしい働きすぎ注意なシールがあったり、あとはこう皆さんもね、こう打ち上がって飲みすぎちゃったり楽しくなっちゃったりっていう時に飲みすぎ注意、まあ、それがもうお酒なのか、まあコーヒーとかなのかわからないですけれども、お互いに気をつけていこうね、年も年だしねみたいな感じで、使っていけたらいいなというステッカーになっております。そして、はい、忘れちゃならない、こちらなおぼうちゃんのグッズも今回ありますよ。バレンタイン仕様になっておりまして、今回はアクリルキーホルターでのご用意です。私がね、あのまあチョコラテリーヌって言うんですか、チョコテリーヌって言うんですか、あの前生放送でね作ったことがありまして、すごい失敗をしてしまって、気になる方は、まあ、遠山奈央チョコラテリーヌとかで検索していただければ、あのすごい画像がねヒットすると思いますけれども、そんな失敗しちゃったバージョンと、まあ、願わくば成功したいよねということで2バージョン、はい、作っていただきましたので、ぜひねお気に入りの方、まあ両方揃えていただくもよし、ぜひぜひ可愛いなおぼうちゃんゲットしてくださいね。そして物販はこれだけではありません。遠山ライブといえば名物のワンコインくじも今回やっちゃいます。さあ、と
ということで、まずは D 賞から、ご紹介していきたいと思います。こちら、はい、缶バッジですね。こちらはランダムになっているんですけれども、まあ、その実写の私であったり、なお坊ちゃんであったり、それからまあ二次会の記念になるようなもの、ワッカメイトさんに持っていただくのに良いものという感じで、どれが当たっても楽しんでいただけるものになっております。今回もなお坊ちゃんは渡里真香菜先生に書き下ろしていただきました。いつも素敵なイラストありがとうございます。あ、パンフレットに4コマ漫画もありますので、ぜひぜひお楽しみに。そして C 賞はこちら、はい、見えますでしょうか。はい、まあ、バレンタインがね近いということで、なお坊特製バレンタインチョコレート作ってみました。あの、こうやってグッズでチョコレートを作らせていただくのは初めてなんですけれども、お味が2種類ありまして、ホワイトクッキーと、ミルクの2種類があります。味も楽しんでいただけるし、柄も今回こんな感じで私が10種類描かせていただきました。うんうん、悩みながら、描いてみました。結構なんだろう、出来上がってね、見て、なんだろうな、こうペンをね新しく買って、あの描いてみたんだけど、なんかすごい綺麗に印刷されてて、あの、なんだろう、直筆感あるというか、生々しい感じの、あの書き味が再現されておりますので、はい、食べ終わった後もなんかね、こうやって包装を取っておいていただいて、記念にねしていただくのもいいんじゃないかなって思っておりますので、ぜひぜひ受け取っていただけたら嬉しいです。くじですけど、結構な確率で今回これ当たりますので、ぜひぜひ回してみてください。そして、B 賞、はい、これもね結構あの恒例になりつつあります、万年カレンダーでございますね。もうこれ1個あったらもうずっと使えちゃうという、カレンダーになっておりますので、こう日付の部分だけずらして、いつでも使えるカレンダーになっております。あ、ちなみにですね、ずっと言い忘れていたんですけれども、まあ、バレンタイン仕様のなお坊ちゃんではございますが、なんでうさ耳が入っているのかというと、まあ、今年がうさぎ年だからですね。あの、いたずらにうさ耳をつけているわけではないんですよ。うさぎ年ですからねすごい可愛い感じになっております。いやー、嬉しいですね。自分をこんなに可愛く描いていただけるって、もうすんごい幸せなことだなって思います。そして A 賞、あれ、なんかあれ、でもここにあるグッズは全部ご紹介した気がするんですけど、あれ、 A 賞ってなんだろう。 A 賞、あ、もしかして私、茶番にお付き合いいただきましたが、ミート&グリートでございます。今回ね、二次会が昼夜公演になっているんですけれども、まあ、そのうちの時間のどこかでですね、皆様にミート&グリートをさせていただきます。これはいわゆるなんか楽屋の方というか裏の方に来ていただいて、少人数の方にちょっとお話ができる時間をあの作らせていただけたらなという、そういう、A 賞になっておりますので、もしよろしければ会いに来てくださいという、ワンコインくじのご紹介でございました。こんな感じで、ライブ本編のみならず、このような、グッズ関連もですね、皆さんに楽しんでいただくべくいろいろ作ってまいりましたので、ぜひぜひ喜んでいただけたら幸いです。そして何よりライブのセトリもですね、激アツになっております。自分で言うのもなんですけれども、本当にあの久しぶりの二次会ということで、かなり気合の入ったセトリになっておりますし、前もちらっと言ったんですけど、昼と夜で結構曲も変わるじゃないかなと思っておりますので、ぜひそのあたりも、両方いけるよっていう方は楽しんでいただけたらなと思います。皆様にお会いできるの楽しみにしております。その他にもですね、以前販売したグッズが、物販でお手に取っていただけるみたいな、細やかな情報もございますので、そのあたりは公式サイトでもチェックしていただけたらなと思います。ぜひワッカメイトさん、そして、ワッカメイトさんじゃないお友達を誘って来ていただいてもいいんじゃないかなって、嬉しいなって思いますので、みんなで楽しいライブにしていきましょう。お待ちしております。